こんにちは。日本一優しい本格パン作りのミカです。いつも見てくださってありがとうございます。先日、日本一優しい本格パン作りの教科書という本を出版しました。これまで1万人の生徒さんにお教えしてきたパンの中から少しずつ皆さんに紹介していきます。今日はカンパーニュフリューを作っていきます。4種類のドライフルーツがたっぷり入った贅沢なパンなんですよ。イーストで簡単に作れるパンです。フルーツは混ぜ込むんですけれども、初心者の方も失敗することなく作れますので、ぜひチャレンジしてくださいね。では一緒に作っていきましょう。材料の説明をしていきます。まずドライフルーツの下準備をしていきます。レーズン 30g、サルタナレーズン 20g、カレンズ 20g、クランベリー 20g を今回ご用意しました。こちらにお水を注いで20分ぐらいつけておきます。20分経ちましたらしっかり水切りをします。この状態で使っていきます。純強力粉 140g、私はリスドールを使っています。全粒粉 30g、ライ麦 30g、粗挽きを使ってください。イースト 3g、塩 4g、砂糖 5g を加えて、カードの丸い方でざっくり混ぜ合わせます。お水 140g を加えて、さらにしっかり混ぜてください。ここ、手早く混ぜていきますよ。粉気がなくなったら、テーブルに生地を出していきましょう。今回、ライ麦がね、結構入ってますので、少しベタつきますのでね、びっくりしないでくださいね。はい、テーブルに出します。そうしましたら手のひらを使って大きく押して戻す、押して戻すで材料を混ぜ込んでいきます。お粉が残ってないような状態までしっかり混ぜましょう。混ざりましたら一度生地をかき集めて、今度ね、叩いてしっかりグルテンを作っていきますよ。生地を両手で持って叩き落として二通りにするっていう、これをね、繰り返していきます。最初はね、ベタついて生地がテーブルにくっついてますが、だんだんね、テーブルから生地がペロリンって剥がれるようになってきますのでね、頑張って叩いていきましょう。表面がね、ちょっとつるっとしてきて、生地がね、少し伸びなくなってきます。生地が伸びなくなったっていうことはグルテンができたっていうことなので、グルテンのチェックをしていきますね。生地を少し引っ張ってみて、すぐ切れなければ OK です。すぐ切れちゃうようだったらね、またね、繰り返し叩いてください。しっかりしたグルテンができてないと美味しいパン出来上がりませんのでね。はい、グルテンができたようなので具を混ぜ込んでいきます。生地を広げましょう。生地の半分にドライフルーツを3分の2乗せていきます。具の乗ってない生地をカードで剥がしてあげて、具の上にね、かぶせてあげます。で、残りのドライフルーツを乗せて、またね、具の乗ってない生地を剥がしてかぶせていきましょう。そしたら生地をカードの平らの方を使って切って重ねて、切って重ねてという形で混ぜ込んでいきます。私ね、実はレーズン嫌いなんですよ。特に普通のレーズン、グリーンレーズンとかサルタナレーズン、カレンズは食べられるんですけど、昔からのレーズンが食べられなくてですね、こんなにね、たくさんドライフルーツが入ってるパンってみんなに喜ばれるんですけど、これレッスンしてる時って私もう超ブルーなんですよね。生徒さん結構してる人が多いので皆さん笑うんですけどもね、もうね、見てるとね、嫌なんです。作ってるのに嫌だって言っちゃいけませんけどもね、すごいね、ブルーですよ、こんなにたくさんって。皆さん喜んでくれるんでね、まあいいんですけどね、私このパン食べません。あ、そうそう、ドライフルーツ4種類用意できないようでしたら、2種類とか3種類でもいいんですけれども、レーズンだけはやめましょう。すごいしつこくなっちゃいますのでね、数種類混ぜてもらった方がいいです。はい、だいたい混ざりましたら生地を丸めて一次発酵していきます。テーブルに打ち粉、私はリスドール使っています。打ち粉をして横からくるくる巻いていって、最後は締めていきましょう。ボウルに入れて30度で40分発酵させていきます。生地が乾燥しないようにボウルにラップをしておきましょう。この間に発酵かご用意しましょう。私はね、バヌトンとか使わずにボウルを使っていきます。15センチのボウルに布巾をかぶせて、
打ち粉をふるっていきましょう。はい、40分経ちました。こんなに膨らんでますよ。大きく膨らみましたね。はい、こんな感じです。ついでに裏側を見てもらおうかな。生地を出していきますよ。表面に打ち粉をしましたら、カードで生地とボールの間に隙間を作ってあげたら書き出してあげます。結構重いです。そしたらですね、真ん中からガスを抜いて丸めていきます。生地をピーンと張らせるようにね、丸めてくださいね。この丸め方によって生地の膨らみ方変わってきますのでね、生地の表面がピーンと張るように丸めていきます。しっかり閉じてあげて、閉じましたらボールにそーっと乗せてください。閉じ目が上です。で、こちらの方を35度で45分発酵させていきます。その間にオーブンに余熱を入れておいてくださいね。はい、45分経ちました。膨らみましたね。大きくなりましたよね。これから焼いていきます。オーブンシートにまず生地を移していきましょう。ひっくり返しましたらボールと布を外します。布に生地がくっついている可能性があるので、その時にはね、カードの平らな方を使って丁寧に剥がしてくださいね。はい、クープ入れていきます。このパンはあまりクープ開かせたくないので、いげたに入れていきましょう。はい、じゃあ焼いていきます。240度で20分焼いていきます。これあくまでも私のオーブンが目安なので、温度はね、多少調整してくださいね。スチームも入れていきます。はい、焼き上がりました。いい色に焼けてますね。男前な感じにね、焼けました。いかがでしたか？作れそうですか？ YouTube では時間的な関係で作り方しかご紹介できていません。もっとね、コツとか知りたいという方はオンライン講座をご用意しています。今は自家製酵母だけなんですけれども、イーストのオンライン講座も始めますので、ご興味のある方はホームページをご覧ください。それと、たまにですね、 YouTube ライブでパンのレッスンをしていこうと思います。一緒にね、作れるようなレッスンをしていこうと思ってますので、ぜひ楽しみにしていてください。今回の動画を見て、よかったな、作ってみようかなって思った方は、チャンネル登録と高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた。